ここで回収するからな。どの子か。藤子不二雄さんか。あのね、ドラえもんの作者か。の、なんか、90年アニバーサリーのコミか。なんかの記念のやつかな、多分。1枚のステッカーが入っとんやな。あの、不二雄さんが描いたキャラクターのね、漫画か。の作品のやつか。グミも私も結構のキャラクターがついてるね。で、裏面これやな。これにステッカーが入ってるな。ねえ。この中で見たことあるアニメ、ドラえもんね。ドラえもんアクティブ見とうかな。ドラえもんと、まあ、パーマンも見たことある。まあ、今年かな。来てるやつですか。あとは見たことないような。なんかあったらドラえもん、なんか、不二雄さんのキャラクターのね、キャラクターが合体ロボットになるみたいなだったよな。確か。結構、まれって結構昔いたよな。まあ、いいか。じゃあ、早速開封するからな。開封するけど、一応開封しときに行くよな。一応、このチャンネルの登録と、まあ、高評価。かな。あと、コメントとかも欲しいんやけど、ハサミとかいたし。ハサミあったあった。ハサミあったとかいたと思った。一回、中身に行くのがどんなのどういう系があるのか、わかるかな、でも。わかるかな。まあ、この感じか。前これ、コナンのやつもあったような、コナンみたいな、あれか。じゃあ、この字かな。これはないや。こうか。わかるかな、これ。わかるかな。わかんねえ。ちょっとわかんないな。こっちとかな。ハートに、これなんや。どれが正解や。裏目じゃねえな。結構いいとこ取りや。ちょっと、わからへんの、これは。何や、どう、これ一緒か。あ、で、あ、切ってもんな、これ。開けてみよう。多分、これは小さい、おっぽね、あ、パーマンか。かけても切ってもだな。パーマン1号、パーマン1号と、パーマン2号か。猿が2号やったんか。女の人がって、あれが2号やと思ったけど。ほえぇ、ー。もう違うな。でも、裏面もよくな。ちょっと切ってもたし、何か。そろそろ3つ、あと3つグゼットマウンテン今は。書いてあって。パーマン設定、もとな、どれが、パーマンってあれって、もともと、設定つうか、何がきっかけであれ書いてあるな、でもな、パーマンってな。いかな、でも。よで、二つ目どうか。こんな感じやな。多分、本体この中のこれで行こうか。二つ目。よいしょ。パワーの前。あ、ドラえもんか。ドラえもん。あ、でも絵柄が結構古いタイプの絵柄がね。初期のアニメ、漫画ですか。漫画系のせいか。ドラえもんは。あと10年後100周年か。ありがとうございます。手相の名前出て。あ、でも、ドラえもんナンバー1なんやな。それで言ってね、もう何年経っとんね。ほんまにね。うん。まあ、すごいな、でもね。ドラえもんも結構人気やから、人気っていうか、もう何年だ、何年前やね。ほんまに。声優も変わってな。はい。次もこれか。よいしょ。ちょんぎってと。よっ。よいしょ。まみ、これはでも知らねえな。超能力系やったっけ。どんな感じだっけな、これ。朝、エスパーやな。挑戦しようか、やらせや。スパイとはしていくぞ、これは全然通報ではない。なんか見たことあるような、あるようないいような感じやくんなこれ。わかんな。よいしょ。グミの映画のドラえもん見てるから、ちょっと探して、あるかな、探してみよう。来た。
OK。わ、これはドラえもん。出たよ、じゃあ。これがダメか。へぇ。こうやってシグレット、シグレット、耳入っておばちゃんいいんかな、これドラえもんが。ね、初期のね、初期っていうかあれか。まあね、まあね、ドラえもんって耳が入ってた、耳な。黄色で耳が入ってたやつ。お、やな。出るんかな。でもシグレット、そういうばちゃんいいんやけどな。元だけだからか。開けてんやんけ、むしろと。で、次。いや、これ聞けたかしいよな。あ、組が落ちる。あ、これいくわ。よいしょ。組が落ちる、弱いな。取り方がえぐいな。よいしょ。あ、コウスケやな。コウスケに関してはもう再放送なんだよな。再放送で見たことあるのと、あとはね、最終、なんかね、なんか見え、なんかアニメのな、なんか順位のやつで見たことあるな。最終回のやつで。感じやな、裏目を残せるのかしら。ありがとうございます。初めて作った。初めは。あ、1号だよ、コウスケは。あ、そうか、そうか。まあさ、この最終回はな、どうなったかにも知っとうからな。ね。まあ、詳しくは言えんけど、覚えてるよね。結構、うど覚えからやな。よ、次。よいしょ。やつ。これは欲しいんだよな。だけど、チンパンとワンダ欲しいかな。まあね、ワンダよりいいんか、ちょっとわからんけど。チンバイとツン、あ、チンブイとワンダユー。知らねえ。これはしたいな、でも。これはあれや、これはな、ロボット合体で使ってロボになるときにな、パーツを打ったよな。確か。あと、腰のパーツだったっけ？あ、頭はまた変マシンやったら、腰のパーツだったな。だってな、腰使うベル、あのね、ベルトの装飾みたいな。やつやったと思うけどな、でもそんなに知らんねん。これはあんまり知らんねん、俺も。全然知らんな。で、おっとっと、グミが、出てもた、グミが出てもた、こういうとこ。で、グラスやな。ラストチャンスやな。ラストに藤尾さんのアニメ、藤尾さんの作者のアニメキャラクターだったら面白いけどな。お、出たよ、ほいおい。出たよ、ほい。ふたがそう、出たよ、おい。でも、そうやな。これってあれか、ね。コリバーニとかなんだよな。神も、そうやな。ね。でも確か、アニメか。ドラえもんの誕生のアニメか。のお嬢さんのやつで。こういうキャラクターやったけど。声って誰が撮ったやろ？本人ではないよな。結構だし、結構、その時でも結構亡くなったはずやから、多分。だよな。F 不条理ってな。すごいな、これさな。よいしょ。で、これがっすよな。おっとっとっと。うい、ちょい、よっち。何もある？ 1？ 2、3、6枚あるな。よいしょ。いいな。作者、犬と猿系、なんか、犬猿やろ。で、超能力者。で、未来、ドラえもんで、コロスケ。で、パーマンって感じかな。もうちょっと落ちました。まあ、これに関してはね、したことあるのはこれとこれか。見たことないのこの2作品か、でも。これは、まあ、作者は、まあ、写真がしか見たことないけどな。こういう感じかな、でも。
多分これは再放送やしね、今現在放送中やし、パワーマンなんか再放送で見たことあるな。とリメイクか、確か。それに関してはわかんないんだよな、今。でもこういうの、これはこういうアニメ、これか、これ絶対なのか、どんなアニメか、どんな作品なのか知らんし。まあコメント欄に欲しいかな。これはどういう作品だよって教えてたらいいんやけどな。まあいいか。まあこんな感じかな。まあ最後までこの動画見てくれてありがとうね。それじゃあ、またね。